石月博士は、日本の警察官僚。日本市民安全学会会長、公益財団法人国際交通安全学会、評議員、公益財団法人交通事故総合分析センター、幹事。内閣官房長官秘書官、長崎県警察本部長、防衛庁長官官房防衛審議官、調達実施本部副本部長、財団法人国際交通安全学会専務理事。 などを歴任した。東京都生まれの警察官僚である。一橋大学法学部を卒業し、警察庁に入庁した。内閣官房長官秘書官や長崎県警察本部長を経て、防衛庁に出向し調達実施本部副本部長などを歴任し、退官後は日本市民安全学会会長などを務めた。東京都生まれ。 1969年一橋大学法学部、卒業、警察庁入庁。新言語を発表する内閣官房長官、小渕恵三石川県警察課長、福岡県警察課長、兵庫県警察課長、課長外務省在外官民国日本国大使館書記官、後藤田正春内閣官房長官秘書官、小渕恵三内閣官房長官秘書官、 警察庁警備局外事第1課長、警察庁刑事局捜査第2課長、同暴力団対策第1課長、長崎県警察本部長、防衛庁長官官房防衛審議官、調達実施本部副本部長等を歴任した。平成の言語を発表の際には、内閣官房の長官秘書官として、テレビカメラの前で台紙を示す方法を考案した。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に際しては、警察庁刑事局捜査第2課の課長として、朝まで生テレビに出演し、合図小鉄会長の教祖とひらと論戦した。退官後は、日本市民安全学会会長、国際交通安全学会専務理事、警察政策学会理事、国際交通安全学会評議員、 交通事故総合分析センター幹事、厚木市政府コミュニティ専門委員、豊島区政府コミュニティ専門委員、JST 社会技術研究開発センター統合実装 PJ 推進、アドバイザー日本セーフティプロモーション学会理事、神奈川県警察ボランティアサポート連絡会委員長、マンションライフ継続支援協会副理事長、日本自動車電動顧問などを務めた。 ありがとうございます。